ターギアがね重心化したんで、早速アクノロギアで使っていこうと思います。ハム太郎でございます。ティターギアなんですけれども、まあまあ今お見せしますね。そう、艦隊組めたんですよ。ばあちゃんから1体借りて、フレンドに奥さんの置いて、運極ボーナス嬉しい。ってわけでこんな感じね。アンチワープ、アンチウィンド、ちゃんとアンチウィンド持ってるんで、アクノロギアの適正度は高いです。でカウンターキラーがスワビで、ゲージでアンチブロックで、 SS がまあまあ定番の反撃モードになるタイプのストライクショット。16ターンで、2巡できるのかな、2巡反撃モードがいきます。で防御アップと調教ブレスが友情コンボとなっております。砲撃型でね。で多分この子の一番特筆すべき点は、あのカウンターキラーで、まあ要はごめんちょっと言い間違えた、反撃モードになった時にカウンターキラープラスで防御アップもするんで、要はね、あの攻撃受けた瞬間に絶対防御アップして火ダメをかなり軽減できるっていう硬さがあります。使っていこう。まあ、クエストの内容自体は昨日一回動画上げてるんで特に何も言わないんですけど、簡単に言うとボスとか中ボスとかの攻撃力をダウンさせて殴っていきましょうっていうクエストになります。ただね、カウンターキラーもらわないと火力が上がんないから、ちょっとグイッといってみようか。あ、違う、貫通だこいつ。よしよし。それでこんな感じでね、クエスト自体は普通にやっていくんですけども、はい、この状態で今、カウンターキラーをもらってるんで、友情コンボの威力が 1.5 倍。1.5 倍がこの火力。これ全然削れてないように見えるんですけど、今80万が出てたからね。このクエストってあくまで直殴りがメインで、やるクエストになってるんで、あんまりダメージ乗ってないように思えるんですけど、普通のね、さっき神殿周回したんですけど、めちゃくちゃ強いよ。やっぱね、砲撃型のさらにカウンターキャラ乗ったブレスは強い。めちゃくちゃ削る。あの、光の神殿やってたんですけど、雑魚3体とか同時に溶けていくからね。で、ステータスもね、高いのよ、この子。ティタニアちゃん。これ耐えちゃうから、全然。HP が2万5000。HP が2万5000の、攻撃が2万3000。スピードが330か。だからまあまあまあ、砲撃型にしては全然バランス型寄りの、使いやすいステータスをいただいております。でね、このクエストって基本的にこの雑魚、こいつが何属性か、何の種族か知らないんですけど、こいつ以外は、ドラゴンなんですよね。だからカウンターキラーはめちゃくちゃもらいやすい。そこがメリットだね。で、今攻撃力がアップする、これ。ああ、いい角度だね。こっち行こうか。これ今カウンターキャラなしです。カウンターキャラなしでも、通常キャラとね、同じようにしっかり火力が出せるんで、そこにカウンターキャラ追加してあげればもう全然強いよね。で、このバフをもらって、さっきね、このバフが重複したんだけど、バフが重複するとすごい楽だよね、ここ。やりやすさを感じた。こっちか。こっちなんだね。いいよ。そういくと思わなかった。ごめん。貫通になると思ってた。そうでね、このアクノロギアに対してで言えば、かなりの強キャラなんですよ。さすが、フェアリーテール中に、重心化しただけあって、名前もティターニアっていうね。ティターニア自体が、その妖精の女王的存在らしいんで、ガチャ剣でいるじゃないですか。今回出てる新キャラで、エルザ・スカーレット。エルザが原作だと、その呼び名的なやつがティターニアなんですよ。被っちゃってんだよね。被っちゃってるんだけど、どっちが強いかっつったら正直よくわかんないけどね。あの子ダメよとか思ってるし、活躍する場が違うっていうのもあるんだけど、私の中でこのティターニアは十分強い。というわけで、ここから反撃モードも絡めてやっていこうと思います。反撃モードで、例えばさっきみたいな、ボスの撃ってきた近距離拡散弾みたいな、ああいうのが来ると、超絶強いのよ。今適当に撃つんだけど、ガー削ります。で、強いよね。こんだけ火力が出ます。でもこんだけからちょっと痛いな。それでは今ね、ここから反撃モードで攻撃があった時、要は近距離拡散弾とかの一発目をもらった時点で防御力がアップするから、
それ以降は全部ね防御アップ状態で受けれるんで、本当にね最初に説明した通り、そこが多分この子の一番のミスだと思う。硬さが売り、まあ、これでさらにね全属性耐性とかなんか、まあせめて闇属性耐性とかその辺がついてればね、もっとロマンがあるキャラクターだったと思うんですけど、多分それでね毛が減りつけてあげればすげえ楽しいと思う。まあ、ただねそこまではもらえなかったけど、まあ十分硬いよっていう話です。 HP2 万5千だからね。あれ、あごめん防御アップしてねえや、しないんだ。すげえ、じゃあ最初に言ってたことが全部無駄になっちゃったけど、防御アップしなかったね。え、しないの、なんで。あれ、フック友情は出ないんだっけ。え、出るよね。なぜ発動しないんだ。だってさ、対抗棒アルファいるじゃないですか。対抗棒アルファちゃんって確かランページとラウンドフラッシュが反撃モード出るんですけど、どっちも発動してたよね。なんで防御アップ発動しないんだろう。そういう仕様って言われたらそれまでだけどね、まあ、とりあえずじゃあ普通にここから攻略していこうと思います。それでね、フェアリーテールコラボね引いたんですよ。一応引いたんですけど、残念ながらね全く当たらんかった。はい、悲しいことに。うちのね、うちの、そう、長女がね、フェアリーテイルコラボで、妙に当たりが良くて、多分ね、30連で、エルザさんと、夏に、当ててます。で、ばあちゃんも、10連1回で、何やってたんだっけかな、エルザか。エルザじゃない、夏だ。なんだかね、私はちょっとこう、引きが良くないんですけど、ただね、今回のガチャが追うかつは多分もう追わないと思う。あ、ひでひでひで。雑に言ったわけじゃないんだけどな。そう、今回のキャラも別に強いんだけど、どうなんだよ。そうやって思っててハマるんだよ。そう、前回のブリーチ。遊戯王で使い果たして、で、まあブリーチ来たけど、まあブリーチに当てるオブねえなと思って引かなかったんですよ。まあたまたまね、特玉で室外が当たったんでよかったんですけど、進行図ってきっちり室外でしたからね、土適性が。それが怖いんだよね。何が適正に来るか分かんないから。難しいと思う。難しいと思うけど難しい、正直。で、今回特筆すべきキャラってどうなの、やっぱ夏なのかな。浴びたい多いからな、あの子。確か、あれでしょ、アンチ魔法陣と、アンチブロックと、アンチワープか。3浴び全部対応してるキャラ多分いないと思う。引いた方がいいのかなとは思ってます。とは思ってるけど、正直課金はしないんで、基本的には課金なしで考えたらやっぱ引かないかな。よっ、もうきっちり全部倒した。いいね、フェアリーテールね。なんでこう原作が終わってからだからな。今別の漫画やってますからね、真島先生。で、真島先生で言うんだったら、レイブの方が良かった。でも多分今レイブ知ってる人少ないか。あ、友情出なかった。レイブクラブだったらね、もうちょっと熱くなったんですけど、フェアリーテールは、なんだろう。面白かったけど、私の中では、なんだっけ。レイブの方が好きだった。だから、レイブコラボだったらもっと引いてたと思う。ん？同じこと言ってるな。お、反射できるじゃん。このクエストどっちかっていうと貫通の方が多分使いやすいんだよね。貫通でスーッと入っていって、激しタイプが変化してハマっていく。その方がやりやすいとは思うけども、よっ。まあ、チタン屋でも十分戦える。これ、リドラ何してくるんだろう。このリドラ1でなんかしてくるんだよね、きっと。まあ、一応受けずに置いとこうか。ゲージミスった。すげえ、ほんと防御アップしてるから全然効かない。敵の攻撃ダウンのこともあるけど、
にしても効かないね。かな、真ん中にビットがかな、ブレス持ってかれちゃうんだよね。やばい、残り2ターンか。もう決めよう。溜まったし。とりあえずね、全反撃モードでいこうと思います。あのね、この動画を撮る前に一回アクノロギアで、対抗棒アルファと組まして反撃モードだけで終わらせますみたいな動画撮ってたんですけど、本当に時間殴り倍率が優遇されすぎちゃってて、効かないんだよね。全然効かない。よっ。あ、SS の忘れてた。だってまだ何もしてこないしね。下手したら倒しちゃうんじゃないのかな。倒しちゃった、強っ雑だったな最後。カウンターキラー持ちの状態でいくとやっぱ強いね。というわけでご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。反撃モードはね、多分別のクエストでやった方が全然強い。このクエストで反撃モードが発動したところで全く削れません。おしまい。よろしければご視聴、うん、あ、もうダメだ、今日カミカミだ、バイバイ。